ジョゼフ・カサブブ1969年3月24日は、コンゴ民主共和国の政治家、同国の初代大統領を、ベルギー領、コンゴ西部のチェラに生まれたカサブブは、1928年から1936年まで、カトリックの宣教師から教育を受けた。その後、教師になるまでに、ザンビアの株上にあった、神学校で神学と哲学を学んだ。 今後川下流の今後族を主体とした今後族同盟のリーダーとなったカサブブは今後が九百六十年六月三十日にベルギーから独立すると初代大統領に就任したしかし保守的なカサブブと国家主義的なパトリスルムンバ首相が対立したことにより中央政府は機能を停止し申請今後は政治的及び軍事的な争いと地方における 分離論者の活動によってすぐに崩壊を迎えた。いわゆる今後動乱の勃発であった。同年9月5日、カサブブはルムンバを降鉄し、逆にルムンバ内閣もカサブブを解任を決議するという事態に至った。こ着した状態は9月14日に陸軍のジョセフモブスがカサブブ側についてクーデターを起こし、権力を掌握することによって打開された。ルムンバは その後、カタンガ国で分離主義者に捕らえられ、殺害された。その後、カサブブは弱体化した政権を5年間にわたって運営した。1964年6月、カタンガ国独立主義者であったモイーズ・チョンベオ首相に任命するとともに、反政府左翼主義者に対抗するために、ヨーロッパ人傭兵を投入することを認めた。 1965年11月25日、モブツによる2度目のクーデターが起こされ、カサブブの退任とモブツ自身の国家元首就任が宣言された。カサブブは、その後、自宅で南京下に置かれたまま4年後に死去した。ありがとうございます。